ズキ君。おいおい、なんだよこれ。と、いけない。まずは自己紹介をしないとね。東照部高校2年、葉月康夫。みんなからは、康夫の読みを変えて、ホースって呼ばれてます。なんか俺の上位互換っぽいあだ名なんですけど！僕って、本当どこにでもいる平凡な高校生ですが、精一杯頑張ります。うち、桜原もも。東照部の生徒会長。チェリーって呼んで。草見ルナ。ホースの幼馴染。月見。よろしく。まったく、今回も随分厄介そうな問題だね、ホースっち。ホースと私たちなら解決できる。ホース、私も頑張るよ。ホース、情報なら私に任せてくださいね。ホース君、申請が必要なことは何でも私に言ってくれ。ありがとう、みんな。そうだね、僕たちならどんな困難だって必ず乗り越えられるよ。なんてピュアな主人公スマイルだ。ところで、この二人って。うわ、これ王道ラブコメじゃん。お前はもう死んでいる。